Ready? Go! Fight two! Ready? G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 o!
Ready? Go!
全国の強豪プレイヤーたちの中から勝ち上がった4チーム12名の精鋭たちによる最後の熱き戦いです。バーチャファイター4ファイナルチューンド決勝トーナメントファイナルバトルが今スタートします。準決勝第1試合選手の入場です。ワッピー側、当日予備予選枠から勝ち上がった有限会社なるほど商事。スーピー側、北海道東北エリア A3 ハイテクセガ仙台代表押田、山口、細貝、JV。 さあこの両チームに決勝戦をかけて戦ってもらいます。まずはもうそれぞれの意気込み聞いていきましょう。今の気持ちを教えてください。そろそろ疲れてきたんでさっさと終わらせたいと思います。うわー来ました。そして KK さんに任せます。任せます。任せてください。そして KK さんに任せます。任せます。わかりました、頑張ってください。拍手お願いします。そして対するチームです。今の気持ちを教えてください。まあここまで来たんで頑張って他の2人に頑張ってもらいたいと思います。他の2人に。そしてそして不動産に任せたいと思います。そしてセルフマンに任せたいです。みんな責任転嫁だな本当。まあとにかく頑張ってください。拍手お願いします。それではそれぞれ握手をお願いします。はい、握手、サザン 9通り6通り、うん、お願いします。はい、そして席の方へ。さあいよいよ準決勝第一試合、地方勢として勝ち上がってきた押田、山口、細貝、 JV、 そして片谷、3ヶ月に長きにわたる予選中で取ることができなかった権利をここディファ有明の地で当日予選から勝ち上がったなるほど商事、いよいよ先鋒戦から始まります。さあ盛り上がっていきたいと思います。準備の方はよろしいでしょうか。ではスタートボタンを押してください。準決勝第1試合、なるほど商事 VS押田、山口、細貝、 JV、 特別称号をかけてのこれからのラストバトル、3試合が火蓋を切って行われます。先方はレディース最強の称号を持つオカマスク、そして相対するは地方最強のブリーダー不動。先方戦となります。我に敵なし。ファイト1、Ready? このファーストバットだとどちらから始まるか。なんとオカマスク、ここで投げ打つは不動。さあ不動、昨年投撃第2回投撃ではベスト4で苦汁をなめるもの、何としても今年は決勝まで新しいメンツを引き連れて、ここからどうなるか。まずは一本不動。さあ今年のメンツはセルフマン天心、これを引き連れてきてどのような活躍を見せるか。さあ今度はオカマスク、レディース最強の称号を持つこの青い一筋縄ではいかないはず。そしてラテン、おっと我慢くぶらね、ラスト5ミリは不動が取って、前方戦2本は不動。
筋縄ではいかないはずをかましく、ここから壁際、そして投げ、位置取りはしっかり、おっと、まずは幸先よく不動が前方戦を制した。ゲームオーバー。追い詰めるも不動の前に撃沈。そしてここで登場するは今若手ナンバーワン伸び盛り、千人切り影同キャラ戦となります。さあこの影新旧対決となります。しかしここまで参謀としてこの攻撃2回出場不動、そしてここで後円楽、おっとミスった、若いだけに焦ったか。冷静なのは千人切り。さあ昨年の影祭り、さあ白い影が不動、そして黒い忍者相続か、千人切り日本先行。ファイト3レディーゴー。この若手上り盛りの千人切り影を不動が止めることができるのか。さあ反応の良さが、さあどうなる、白い影が不動打線から P、 そして 3P、 さあしかしつなげが失礼、打撃が入った、これで 2G。 キャッチ投げからのキャッチ投げ、これを超えるだけです、当然リングアウト、これで 2-2。 ファイト5レディーゴー。千人切りがいくか、それともどうなる、抜けている。さあ千人切りがここから猛攻が始まるか、抜けている、打ち切り、そしてここはどうなるんだ、螺旋体力ゴム、最後の魂合い、サンキー、魂合いに勝った作詞不動、同キャラ戦も制した。ここで登場は先ほど宿命の対決を果たしたなるほど庄司調布KK、大将の存在感バッチリ、画面を深く見つめ集中力を高めラストランを果たすか。今回はパイでの登場。さあどうなるか、先鋒大将戦、不動 VS 調布KK。ファイト1レディーゴー。このままで終わるはずがない調布KK。ここから抜けている、そして投げ、これは嬉しい、順逆からこの辺はしっかり見る、さあ実感するな、まずは一本調布KK、ここからおっと女優投げ4分の3、突猛進前に行く、これはいいガード、そして返す、難易度が高いわが決まったが、日本取ったのは超受け受け、この抜け方の読み合いは超受け受け。さあ称号キラーの名を欲しいままにした超受け受け、
さあ、原黒商事のこの面々、最初戦ここでの踏ん張りを超経験は当然。このゴムの読み合い、使った速弾大東を思わずにんまり勝負。コンボをしっかり決め、ここから距離を取る、冷静に長丁場になるはず、この戦い。にらめっこがな、この呼び合いは強い長府経験、まさに作詞。さあ、ここまで大将を引きずり出した押田、細貝、山口 AV、 さあこちらの方中堅で出てくるは本日7勝を挙げている天心。さあ先ほどホームステイには敗れはしたもののギリギリのトットのせめぎ合い、この実力は侮れない。さあ超不定型マジモードです。マザー勝負、そしてリオン天心、ファイト1、レディーゴー。ここからどう来るか、抜けている。流れをつかむか勝負、全てが正解。さあまだまだ超不景気、まずは1本中堅天心にどう出るか。さあこれでダメ